はい、日本代表メンバーがですね、はい、昨日の14時に発表されました、はい、僕はちなみに見てました。まあ、伊藤純也ですかね。ああ、伊藤純也。伊藤純也とか、あとまさかの年齢順で発表するという。あれ、なんかトリッキーな当て方してくる先生みたいな。なかなか久保が呼ばれないみたいな。そう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 。とかあったりね、してね。まあ我々の二人、名前はね、残念ながら呼ばれずと。まあ、僕の名前ぐらいはね、ワンチャン次のワールドカップで呼ばれるかもしれないんで。ワンチャンありますからね。そうそうそう。俺はちょっとアップしようかなって。ちょっとカモにスパイク買いに行こうかな。いつ呼ばれてもいいようにね。結構言われております。大迫、古橋、原口、不在。まあこの3人ですかね、主に。まあ、あと旗手かな。ああ、旗手か。そう。この4名が、いや、サコニーヤいなくて大丈夫かねー。なんかしら、俺なんならスタメンぐらいで使うんかなって思ってたけど、まあ、怪我とかもあったわ。そうそう。あったけど、だってもう、立役者じゃないですか。予選の。スタメン云々は置いといて。うん、やっぱ、欲しいよねえ。サコさんは、あとま、原口もですよ。元気じゃねえよ、全然。元気は多分、の中でもなかなかコンディションが。整ってる方だと。そうですよ、周囲チーム。まあ、スタメンではないにせよ、ドイツを知っており、ね、ドイツの頂点に立つ男。で、サブからでもしっかり仕事する。ジャガノとガクがとにかく言われてたな。ジャガノガクですよ。ジャガノガク。やはり。呼ばれてるけどさ、まだ怪我治ってないよね。ジャガノも治ってないっす。だから、とりあえず、入れたけど。そうそうそう。だからそこはなんかまだありそうだよな、だから、あの、若干入れ替えるみたいな、のがあるかもしれないですね。まあ、だから、カマディウスを軸にするなら、元気ニーヤンも、サコニーヤンも、はい、やはりもう今回は、ディウスをいかに生かすかと。